訴えを起こしたののは、名古屋市にに住む共に聴覚障害がある70代の夫婦です。訴状などによりますと夫婦は旧郵政保護法のもと1975年に望まない不妊手術を受けさせられたのは憲法に違反するとして国に対して合わせておよそ2970万円の損害賠償を求めています旧郵政保護法は一定の条件のもとで本人の同意なく障害者に不妊手術を行うことを認めたもので 1948年から1996年まで施行されていました。提訴後の会見で夫婦は、子供を作って家族で団欒したいと思ったが作れなかった。国には謝罪と補償をしてほしいとコメントしています。旧郵政保護法をめぐっては8都道府県で同様の裁判が行われていて、今回が東海3県では初めての提訴となります。